おはようございます、こんにちは、こんばんは、大釜です。こんにちは。さあ今回はですね、まあ、今回も西成最強酒場のもみさんが出てくれます。で、こう冠を、ね、表している時は西成最強をね、最も狂ってる酒場ってこう表すんですけども、今回はなんと西成最強食堂、西成で最も狂ってる食堂、ね、鶴見橋の、末広っていうね、 とても人気の入ったいい雰囲気の素晴らしい食堂にもみさんがちょこちょこ行ってて、その時のお話をちょっと聞かせてもらいます。で、僕も一回来たことなんですけども、それが素晴らしくて、あの定食を頼んでお風呂厨房からチーンチーンでチーン2回チーンそういうことがあった。それをね、まあもみさんに言ったら、あの俺うどんエビ天うどん頼んでチーンって来たら、ね、チーンちょっとね、まあ意味不明なことがありますけども、で、まあ他でも意味不明というか、すごい年季が入ってるなとか、ちょっとね一風変わった非日常的な食堂、もみさんから、聞いてますんで、この辺ちょっともみさんのお話を聞いてください。それでは行きましょう、レッツジョンバー。はい、トンカツローストンカツセット食べて、あれなんか400円だよ、なんですか。いやいや、単品は単品は500円、セットからの定食は500円、でも安いですよ。ローストンカツ安いですよ、味噌汁ついて、でなんか小鉢一品ついて、米もなんか結構意外と美味しかったですよ。意外と美味しかったですよ、ね、はい、1回しか行ってないですけど。ああ、そう、1回目がローストンカツセットで、ただ、先ほどがチン、2回チンってなったんが、あ、そうですね、チン、2回チン、いや、天ぷらうどんでなんでチンよ、これ。あ、もみさん、天ぷらうどん、天ぷら、あの、なんかエビ、ニンニクって感じ、すごいの出てくるから、しょぼかったっすか、なんかそのチンで、そ天ぷらうどんでなんでチンよ、これ。2回目が天ぷらうどん食べて、はい、じゃあ1回、いや、1回目がローソンカツ定食を食べて、大ヒントなんですよ。2回目が中杯飲んで、天ぷらのことかな、飲みでも行けますね、飲むのも、おい、で、ね、3回目が、何だろう、あ、カレーの思い出なんです、カレーの思い出、あんまり思い出なかったですよね。あ、僕はお茶見た、これカレー、思い出ですねって言われて、カレーの思い出と、あの焼酎6個、焼酎6個結構たっぷり入ってましたよ。いや、それそのサービスしてたっぷり入れたんやつに分かってないんじゃん、その酒の入れ方を。なんかよその飲み方、よその飲みたことあんまりないじゃん、お茶に。で、ローストン、いや、ちょっと、3回目が、カブ、めっちゃ、3回目が、何すみません、3回目何だよ、2回目か、あれ。3回目何だよ。そうだよ、すいません。1回目がロースオンカツ定食、2回目がカレーとチューハイ、3回目が焼酎ロックと、俺何食うだから、天ぷらうどん、エビ天、エビ天うどん、あ、じゃエビ天うどんでな、じゃあ2回目が、あ、ごめんなさい、2回目がエビ天うどんとチューハイのやつ、チューハイ400円、チューハイちょっとしょぼかった。そうです、3回目がカレーの大盛りと、カレーの大盛り、あ、はいはいはい、すいません、はい、これ、あの、試業品なんです、はい、よかったら、あ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 、すいません、あ、あ、あ、すいません、いや、ほんま、それで、はい、3回目が、ちょっと待ってよ、2回目カレーって、2回目、2回目、2回目がうどん、うどんでしょ、ちょっとしょぼかったですよ。表に600円とか、たぶん、はい、あの、天ぷらの握り600円とか、はい、ごっついのボリュームのね、ぐわーじゅーね、ごっついのを想像して、あの期待してたんですよね。しょうがった、見るも入ってない。表に何もって書いてあるんですか。表に600円で、
それでお会いした時に、はい、なんか会議はあの小じゃ中杯とあれだから俺1000円持ってました、1000円出そうかお会いしてましたって1200円やで表に600円で買いましたよ、天ぷらとか600円で買いましたよ、うん、いやここに800円で買っちゃうかな表見に行かって、あごめんごめん、1000円でよできた、これが本当のうち勢ってやつですね。いやいや、外の景色やから、外の中で見なかったから。それで、3回目が、何でしょう？あ、2回目が、テンポラムです。2回目がテンポラム。3回目がカレーのおごり。カレーの。カレーのおごりと、中華、中華。僕も分からないです。